三色水人問題とは、天正10年4月25日、5月4日、領事日付の過十字春と夜の日記、春と夜後期の記事の解釈をめぐる問題と、その論を立脚点とした、織田政権の将来構想や、本能寺の変の背景に対する考察を含む、日本の歴史学上の論争である。織田信長は、終わり時代には、 和佐助を自称し、今川義元を破った後は、終わり神を称していたものの、朝廷より直接任官を受けることはなかった。これは朝廷に献金を行って、ビンゴ神や三河守の官を得た父の織田の武とは、対照的である。信長は、将軍、足利義明を奉じて上落した後も、壇上小中や壇上大筆といった比較的低い官に甘んじている。しかし、 足利義明の追放後、急激に、信長の官位は上昇した。天正2年に参義に任官して、以降、わずか3年で、十二位、右大臣に昇進している。これは、武家としては、源の佐根以来の右大臣任官であり、また、信長以前に、これより、上位の官職に生前任官した武家も、平野清盛、足利義光。 足利義則、足利義政の四人しかいなかった。しかし、信長は、天正6年4月に、右大臣兼右この絵大将を辞した後は官職に、つかず、以後4年の長きにわたって、3位のままだった。この後2度にわたって、信長の任官が問題となった。まずは、天正9年3月に、朝廷より、左大臣就任を求められるが、信長は、 大町天皇の上位を条件と返答するものの、結局のところ実現はなされなかった。二度目の天正十年に4月から5月という時期は、その直前の3月に、信長が、公衆性罰で、甲斐、武田氏を滅ぼし、北条氏も、実質的に信長に、受属したことから、朝廷では当時、これをもって信長が関東を平定したものと、解釈していたからである。 4月末には、武家転送の荷重寺春豊が、京都書次第、村井貞勝の屋敷を訪れ、二人の間で信長の任官について、話し合いが持たれた。荷重寺春豊は、この件について、日記、春豊後期に書き記している。この話し合いの中で、信長が、正衣大将軍、大城大臣、関白のうちどれかに任官することが、 朝廷側もしくは信長側から提案された。三色推認問題とは、この人間を提案したのが朝廷側だったのか、信長側だったのかという問題である。信長が将来的に朝廷をどのように扱おうと考えていたのかを考察する上での貴重な資料となり得る重大な問題だが、信長からの正式な回答が判明する前に、本能寺の変が起こったため、 信長自身が、どのような構想を持っていたのかは、永遠の謎となってしまった。二十五日、あっぱれ、村井署へ参考。安土へ、女は、牛湯、奥田氏総郎手、大城大臣か関白か将軍か、お水にう総郎手か善公よし、猿さ公。そのよしも押し入れ公。四日、の船かよりごらんと、猿公腰をも落ちて、いかようの五死のよし猿公。 関東だはたされ鎮住官、将軍になさる駅吉しと、猿草雷派、また、ご覧持つて御所あるなり。長安御師にて、のぼらうご局へ、おめかかりかさるふんなから、ご返事申し入れこうはておめかかり猿公義、いかにて、ご座公換世に心へかさる公よし。いかようにも、おけさんある駅公よしさる草ラ派、重ねて、また御領御所へご返事必出公。いつか、 大雨降り。今日もおけさんいまたなし。な引きよりは、おけさんあるえ、きよしひさるこうかんまちさるこう。はうのより、ご危険よくこう。日派は、おけさんあるえ、くこうよしこう。むいあっぱれ。今日またのぼろうより文んげさつかい公いこう。せひともおけさんあるえ、きよしさる総来えは、おけさんあるえ、きよしそうろうて、まちさるこう。んぶんこう。やかてのおけさんなり。 それいう方船3層猿付けられ6日の掘り猿港。のぼろうきぬ三匹、三木をせう一足、あちこつの木五胆、大井ごちの人への道前。七日、よへよりお船にて大津へ突き猿港。坂本見物猿港。大津にて、昼の休み。それよりの掘り猿港。のぼろう壺ねより、えちこつの木お裾分けと揃うて休行 田舎一か牧きハム持つ揃うて御礼に参考。村井に、安土よりも返事。恋ご月金利より加工。信長と朝廷との関係については、対立関係にあったとする説という和的な関係にあったとする説がある。谷口勝博は、各説を以下のように分類している。三色水認問題については、 大立説では、信長が三色水人認に明確に反応しなかったのは、朝廷離れの姿勢、もしくは朝廷への圧迫を示したものとする。秋田は天皇を自分の権力機構に組み込もうとするためとみ朝は官位制度の枠外に立つことで朝廷の枠組みから解放されようとしたとし、今谷は官職就任を天皇の上位と交換条件にしたためとしている。 言和説では、朝廷離れの姿勢を示したものではないとされる。谷口は、左この絵中将の足利義明への対抗として、右この絵大将に任官した以上、信長にとって官位は、不要だったとする。他、宮廷儀礼から解放されるため、小岳党首とした、信忠の方の官位昇進を望んだため、非公式に、大城大臣就任を了承していたなどの見方がある。 高沢は、お湯天井日記に、信長は二度目の馬揃えの後に、サネヒト新能の即位の時に神を受けると明言した記事があることを指摘し、単に時期的なもので問題というほどのものではないとする。三色推認問題については、双方の説も、朝廷主導と見るのが有力であったが、立花京子が信長の意志であるとの新説を提唱し、論争となった。なお、 三色水認問題については、条件提示が本能寺の変直前であったために時間がなくて返答できなかったとも考えられる。従来伝承されていた春と予行期は、天正10年4月分から同年9月分が欠けていたが、1968年、岩沢義彦が内閣文庫にあった天正10年夏期が春と予行期断階であることを発表した。 岩沢の解釈では、大城大臣、関白、将軍の三職いずれかに推認するのが良いといった主体を春と夜としており、以後もこの解釈を受け、信長はこの天皇の意向を突っぱねたとする説が通説化していた。ところが、歴史研究家の立花京子が春と夜の日記全体のヒサルコー使用例を分析した結果、村井貞勝の言葉と解釈し、 独断先行を嫌う信長に、無断で、定勝が発言するはずがないとし、信長の将軍人間の意向を踏まえたものであったと、主張したことにより、歴史学者の間で、賛否両論の論争となった。また、立花説では、5月4日付の記事にある、将軍になるべきとの春と世の言葉を朝廷公式の意向であったとし、ご覧を派遣した。 信長の意図を真意を隠し技と当惑して見せたものとする。立花はこの解釈に基づき三色水人を信長の勝利と位置づけ朝廷が拒めなかったものとした。今谷明は立花説の解釈に立脚しながら信長は朝廷の権威に屈服し中性的権力関係を施行せざるを得なかったとしている。一方、堀井心は 春豊後期の5月4日付の記事や、サネヒトシンの小則などの資料から、三色いずれかなどという曖昧な推認をしたのは誰も、信長の真義を理解していなかったための行動であり、サ勝と信長との間に、この件に関する打ち合わせをした形跡がないことなどから、三色推認は、信長の意向とは言えず、5月4日の春豊の言葉も、春豊個人の見解であると反論している。 この論争は、現在も継続しており、未だ定説とみなされる見解は確定していない。大城大臣説根拠関白説根拠日本古ありよう、その下小関白社再尊、G 山城宗教、信長た行ゆき、正大将軍説根拠、立花京子、大和田哲夫などが賛同している。また、縁、道明は、著書で、 毛利リー・テルモトラ・氏が共に亡命してきた、足利義明を用して、大義名分を持ち、小田氏との決戦を前にしてもよくまとまっていたことから、信長はこの状況を打破するため、自身の征夷大将軍への任官及び、義明の将軍介入を朝廷に求めていた、と主張している。一方、三色推任問題を直接扱った論考では、ないが、 この当時の征一体将軍は、足利氏の過食であり、足利氏以外の将軍はありえないという認識が、社会に定着していたことを朝廷が一貫して、足利義明の将軍解任に踏み切らなかった理由と、捉え、たとえ信長が将軍に就任しても、反信長勢力がこれを認めず義明を将軍として、認め続ければ意味がない以上、信長が将軍就任を希望するメリットは、 乏しいとする、木下正則の指摘がある。辞退説根拠、堀信、谷口勝弘、藤井常時などがこの説を取っている。もっともこの説には、過去の経緯から、自身の就任を辞退して、代わりに信忠の昇進を求める、可能性も含まれる。また、天下統一後に何らかの官職に任官したか、無官のままか、それとも、天皇よりも上を目指したかなど、 その後の信長が取ったであろう動きにも様々な見解がある。ありがとうございます。